東京日本橋コレド室町の鶴屋義信など和菓子店6店舗が和菓子の日に合わせて福徳神社で和菓子の奉納を行いました。奉納したのは鶴屋義信、白座日本橋、船橋屋、奥井海星堂、人弁、日本橋芋屋金次郎の6店で、日本橋エリアの益難退散、健康祥福を祈りました。今回のような奉納というのは初めてになりますね。コレドに出ているお店様を広くもっと皆さんに知ってもらいたいというのはあるんですが、奉納するっていうことで、日本橋室町とか関わっている方の、健康祈願ということを考えて実施しました。神社はですね、歴史的には有し1000年前からこの地にあったと言われてたんですね。高度成長期にちっちゃいビルが大きな大資本の大きいビルになってしまうと、またまた氏子さんがいなくなりまして、もうここ30年ほどは本当にもう小さな小さな神社だったんですね。町の人に守られてあったお社が今回のこういうの地域 の再開発計画の中で大きくなって再興されてっていう状態になります。この後参拝客や買い物に訪れた親子連れなど先着300名におみくじ付きの和菓子が無料配布されました。主人が和菓子が好きでいつも聞いて、はい、お菓子は好き、すごい好きで、はい、コレド室町は日本橋の歴史を生かしつつ新しさを取り入れた商業施設として人気を集めています。外装は和のテイストを採用し、日本全国からこだわりの店舗が入居しています。4年ほど前からこちら入らせていただいております。関東風のくず餅では元祖になっております。コレド室町店では和菓子で集めているわけではなく、いろんな日本のいいものをよりすぐって中通りに集めているという話を、はい、毎年好調で、はい、ありがたいことに